去年収穫したムサドゥアフナンワの小株は順調な生育を見せています。で、別な小株がですね、この去年の親株のこちら側に出ていて、これは交際斑を出してきていますね。ということは、この親株は結構冬の間ストレスを受けたということでしょうね。この子株に交際斑が現れるのは、まあ、メリクロン苗でない場合には、これはメリクロン苗じゃないんですよ。親株がストレス、ダメージを受けたということだろうと私は思っています。こちらのちょっとした斑入りのドワーフナムアも元気に成長再開してきていますね。それからフィリパターンのムサドゥアフナンワも、これで4枚目の葉を出してきていますね。アイスクリームの方は 1,2,3,4 枚になりましたかね。これが新葉で、古い葉、新葉よりも古いのには負がきちんと再現されていますね。